川端玉将は、江戸時代から明治時代にかけて活躍した日本画家で、よくね、絵の世界では、技がすごいのか、メンタルがすごいのか、の二元論で語られることが非常に多いんですけども、川端玉将は間違いなく技の人です。超絶技巧のテクニシャンと言っても過言ではない。その腕を買われて、岡倉天心が初代校長を務めた東京美術学校で、 橋本画法と共に教弁を振るった、そういった日本画家になります。えー、教え上手でもあったんですね。腕がすごいだけじゃなくて、教え上手でもあって、後進の育成にも非常に力を注いだ、そういった方になります。で、えー、川端画学校っていう私立の美術学校っていうのも設立して、えー、非常に多くの有名な絵師を育て,てたっていう、えー、絵師になります。